少しは大丈夫だった。ちょっと治りました。ありがとうございます。皆さん、ちょっと明日のために少しだけにしようかなと思ってます。たくさん応援してくださってたのに、2日前に あと2日でちょっと体調を崩しちゃって、明日頑張って体調を治せるように、今日はたくさん寝ときます。ちょっと熱が出ちゃって動けなくなっちゃってて、今はちょっと下がったんですけど、まだちょっと熱がある状態ですね。
でも下がっていきたいって ので明日までに頑張って直します。最近ここ1、2ヶ月ぐらいずっと自分ができる範囲のことをずっと超えたまま生活してて、その反応がついに来ちゃったって感じですね。この残り2日で体調悪くしちゃって申し訳ないんですけど、熊田洋さん、パワーありがとうございます。ありがとうございます。こんな配信で申し訳ないです。ありがとうございます。ちょっと明日もうお仕事があって、それに行けるかまだ分からない状況なので、とりあえず今日のうちに直します。ご飯も食べてるので、またたわやばい。ぽんちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お大事に。ありがとうございます。だいぶ朝よりは、ん？小翔さん？なんだこれ？何これは？タワーじゃないよね。ありがとうございます。これは何？小翔さん？何これ？いや、なんていうの？お香なんですか？何ですかこれ？なんて読むんですかこれ。すいません、ありがとうございます。おみこしおみこしって読むんです。ありがとうございます。ありがとう。明日見れないのでコードぶっぱした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こんな状態で申し訳ない。ありがとうございます。ちょっと今日3時間配信する予定だったんですけど、ポン太郎さんもありがとうございます。皆さんありがとうございます。タワー投げていただいてありがとうございます。
とうございます。なら次もある。あ、なぎいちさん、たくさんありがとうございます。こしょうさん、ありがとうございます。すいません皆さん、ありがとうございます。そんなたくさん、なぎ、あ、ロックの雄大さんもありがとうございます。ありがとうございます皆さん。モギリンさん、ありがとうございます。すいません皆さん、そんな、そんなモギリンさん、ありがとうございます。ありがとうございます本当に、この時間からちょっとしかできなくて申し訳ないです。熊大王さん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます本当に。金さん、ありがとうございます。やばい、ありがとうございます本当に。なん、こんな、ありがとうございます本当に。なんて言えばいいんだ、こんな時代にたくさん聞くの、ありがとうございます皆さん、ありがとうございます本当に。明日はお仕事なので今日のうちに、ありがとうございます。明日お仕事か、リバコさん、ありがとうございます。タワー、ありがとうございます。皆さんありがとうございます本当に本当に、たくさんたくさん投げていただいてありがとうございます本当に。ゆっくり休んで、ありがとうございます。明日は朝ちょっとだけ配信して、あとは夜に回そうかな、夜というか夕方、あのイベントある直前に回そうかなって思っております。朝は何時ぐらいに配信する？朝は、7時か7時半とかですかね、になる。今日早く寝られそう。寝れます。お家なので。ポンタロさん、ごタワー、ご本タワー、ありがとうございます。すいません皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます本当に皆さん。こしょうさんもまたありがとうございます。皆さん、すいませんこんな
感じで、ありがとうございます。たくさんありがとうございましたわ。ありがとうございます、皆さん。本当に申し訳ない。ありがとうございます、皆さん。明日配信します。今日はもう薬飲んで、食べれるだけ食べて寝ようと思います。胡椒さん、ありがとうございます。すいません、あれたくさん投げていただいてありがとうございます。ありがとうございます、本当に。本当にありがとうございます。ちょっと続けたら皆さんから投げてくださったから、ちょっとこの辺にします。配信は、今日の配信はありがとうございます、本当に皆さん。明日また配信しますね。ありがとうございます。ランキング読みますね。ちょっと反映されてるかわかんないけど、反映されてるかな。されてなかったらごめんなさい。もうちょっと待った方がいい。いや、読みます。13位、 HKT 超絶おじさん、ありがとうございます。12位、陽一郎さん、ありがとうございます。11位、ロックの雄大さん、ありがとうございます。10位、ポンちゃんさん、ありがとうございます。9位、なぎいちさん、ありがとうございます。8位、リバコさん、ありがとうございます。7位、モギリンさん、ありがとうございます。6位、金さん、ありがとうございます。5位、つぶなおさん、ありがとうございます。4位、たくさん、ありがとうございます。3位、熊大王さん、ありがとうございます。2位、ポンタロさん、ありがとうございます。そして1位、胡椒さん、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。ちょっと今日はこれで終わりにしたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。配信見に来てくださって、明日また配信します。ありがとうございました。